はい、仮面用の仕掛けがこちらですね。前とか変わってませんけど、ビーズとこの捨ててあったゴミみたいな浮力があるやつですね、にビーズとちょっと今回サルカンを通して針にブルーギルの切り身をつけています。うなぎ穴子用の針ですねの返しを潰したものを使っています。はい、これで今日もやってみましょうか。ただ如実にですね、亀がいなくなってますね。前回かなり除去したのでかなりいなくなってますが、釣れるんでしょうかね。まあ、ちょっと寄せるところから始めましょうか。タイミングわかんねえな。釣れました。ミシシッピ赤ミミガメですね。なかなかかかってくれませんでしたので、フローティングミノーに針をつけてやってみました。これだと結構楽ですね。結構簡単に食い込んで釣れてくれましたね。やっと取れましたね。これ大変だな、マジで。なんとかならんかな。
はい、2匹目またミシシッピ赤耳ガメですね。針外してやりましょう。いやー今日は渋いですね。さすがに、まあ、前回9匹も釣りましたからね、赤耳ガメかなり減ったのかもしれませんねとか言ってたら言いましたね。久しぶりのカメですよ。はい、3匹目ですね。やっぱりこれ見ながらちゃんと食ったことを確認して釣らないとすっぽ抜けますね。やっぱり悪くないと思うんですがどうでしょうか。3匹目近くて行ってるぞ。これあるだろう。来た来た、よし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 。4匹目ですね。なかなか稼げないな。カメ釣りこれがいりますね、双眼鏡。ちょっとビデオのズームじゃよくわからないしな。こう口の中に針が入ったかどうかっていうのをこれで確認して引っ掛ける方がいいでしょうね。それが確実な気がします。はい、まあ、ちょっといろいろ試してみたんですけれども、カメ釣りの針についてこれがいいんじゃないかというものを見つけましたので、とりあえずご紹介したいと思います。針はこいつですね、タチウオ用の針です。まあ、これちょっと自分が使いやすいように缶付きの針ですけれども、これを使うといいかなと思います。で、赤耳ガメ釣るときにはですね、こんな風に曲げまして、なんていうのかな、あのサーフ用の針、キスを狙うときの針ですね、あれを巨大化させたような形にして、このバーブを潰してですね、返しを潰して使用するといいのではないかと思います。まあ、この針であればですね、だいぶこう喉の奥に入ってしまっても簡単に外せるのではないかと思います。どうでしょうね、カメ釣る人そもそもいるかどうか分かりませんが、まあ、これをお試しいただければと思います。まあ、スッポン等ですかね、狙うとしたら。はい、あ、なるほど。このソハイセスコが背中の甲羅よりも外に出てると押すと。そうです。なるほど。で、この爪が長い。そうですね、これがオスの特徴であると。人差し指と中指が
長いと。あ、そうなの。黒くなった後白くなってくるんです。わ、怒ってるよ。怒るわな、それ。あ、本当だ。ピトワ、この総排泄口がこれか、これですね。これがこの後ろの上の甲羅か、上の甲羅よりも出てないとメスということですね。